はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、日読から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、2ヶ月半ぐらいね、続いたんですかね、緊急事態宣言ですよね。あれがね、ようやく解除されたんですけども、またね、都心部の知事さんらはですね、要請を国に持ちかけようとしてますよね。まあ、それはね、その自粛してもらったら感染者数というのはね、少なくなるのは、まあ当たり前なんですけどもね、まあでもこのいたちごっこっていうのをね、なんとかすることをまず先に考えてほしいもんです。まあ確かにね、その自粛がね、一番手っ取り早いんでしょうけども、まあそれだけではね、まあ、とりあえず感染者数は減るよというのと同時にですね、国民のね、心がね、すり減ってしまいます。まあ、難しいとこですよね。そんなね、自粛生活を送っているとね、知らんうちにね、こう目の異変をね、感じた人もね、多くなってきたよという声がね、聞くようになりました。こう中にはね、こう知らんうちにね、目に関する病気っていうのをね、発症していたりとかね、発症寸前になってしまった人とかもね、まあ今患っている病状がこう進んでいってしまった人もね、いてるかもしれません。ちなみに僕はですね、骨髄移植の副作用を抑えるためにね、免疫抑制剤を飲んでるんですけども、それの副作用でドライアイがあって、でそのために視床角膜炎になってね、目の傷がね、絶えません。なのでね、一日の終わりにね、よく目が疲れるとか言うんですけどね、まあ一日の終わりどころかね、その僕の場合はひどい時にはですね、まあ、昼からね、夕方にまでかけてね、もう目がすでに見えにくくなってね、もうね、非常に疲れやすい状態がね、すごいね、多いんですよ。まあ他のね、その基礎疾患を持っていない健康的な人の中でもの多くがですね、目の調子がね、悪いのは、まあ、リモートワークやゲームなどでね、こう長時間のデジタル画面っていうのをね、見続けたから、まあ、単純に目が疲れてるんだろうとね、思ってる人もいてるんでしょうけども、それがひょっとしたらね、眼性疲労かもしれません。眼性疲労というのはですね、目を使い続けた時にですね、目の痛みや疲れなどのね、症状に加えて、頭痛とかね、肩こりのね、全身症状もね、呈するようになる症状のことを言います。まあ、単なるね、疲れならですね、まあ、休養すればね、疲れは取れますけどもね、眼性疲労の場合はですね、こう休息とか睡眠って言ったのをね、しっかり取ったとしてもね、目や全身の症状というのはね、十分に回復しない状態になっています。そしてね、その原因はね、一つではなくてですね、まあ、目やね、その全身の病気がね、関係していたりですね、その精神的なね、原因で起こる場合もあるんですよ。そして何よりもね、目に関してはね、やっぱりね、斜視とかね、その眼瞼下垂っていうのがあるんですけどね、それがね、原因かもしれません。遠視や近視、乱視、老眼といったね、屈折異常があるのに、メガネやコンタクトレンズで矯正してなかったりとか、逆にですね、今度はその度が強すぎるメガネをかけたことによってね、起こってしまう眼性疲労をですね、調節性眼性疲労と言います。特にね、スマホやゲームやね、本などをね、その近くでこうじっと長時間見続けるなどのね、この過度の焦点の調節っていうのをね、強いられることで発症するんですよ。手元が見づらいとかね、こう夕方になってきたら目がぼやけるわーといったね、スマホ老眼もその一つなんです。あとね、その眼球、目をね、こう目ん玉を動かす筋肉のね、疲労に伴うね、眼性疲労もあってですね、それをね、近性眼性疲労と言います。人はね、手元を見る際にですね、こう結構ピッて寄り目にしてね、視線を合わせるんですけどもね、脱力した状態とかでね、その左右の視線がね、こうパッて合わないね、左右とかね、こう斜視の人とかっていうのはですね、普通の人以上にね、眼球を動かす筋肉に負担をかけています。そのためにですね、眼性疲労の症状が出やすくてね、さらに加齢によってまぶたが下がるなどのね、老人性眼瞼下垂ではですね、無意識ですね、前頭筋、眉毛からその髪の毛、まあ、おでこの上の髪の毛の生え際あるじゃないですか、生え際までに存在する筋肉をね、前頭筋っていうんですけど、それを使ってまぶたをグッと上げて視線を確保しようとしてるんです。このためにね、少し目を使っただけでね、疲れやすくてね、頭痛を感じるんです。そしてね、この左右のね、近視や遠視のね、度数差が大きい人でね、眼鏡などで矯正している人はね、もともと網膜にね、結合したね、左右の大きさが異なって
って、それをね、脳でね、調節してるんですよ。でそれをね、不等造性眼性疲労と言うんですけども、これではですね、長時間物をこうずっとね、凝視しちゃえるとですね、脳でね、調整しきれなくなってね、左右差がね、出て、すごい疲れるんです。そしてさらにこのようなね、ことが続くとですね、失明のリスクが高いね、緑内障とかね、糖尿病性網膜症のね、可能性も高くなってきます。もともと目が良かった人っていうのはですね、目に見えたものがそれぞれね、混じって見えるようなね、見え方をするね、角膜混濁とかね、白内障とかね、緑内障などによってね、見えづらくなるのね、こう、ピントの力でなんとか見ようとして、これ起きるね、目の疲労がね、症候群性眼性疲労と言います。で、このタイプのね、眼性疲労はね、慣れてくるとね、見る努力をしなくなってしまってね、その原因疾患をね、もう自覚しなくなってしまいます。で、症候群性眼性疲労のね、原因疾患としてね、特に気をつけるべきなのはね、緑内障です。日本におけるね、中途失明原因のね、第1位でして、で、患者さんの数はね、約400万人もいてます。40歳以上のね、20人に1人の割合でね、発症しているとされてますけどもね、自覚してない人もね、結構多いんですよ。本来目にはね、目の見え方をこう正常に維持するためにですね、目の中のね、水分を一定に保つために働く眼圧というのがあるんですけども、この眼圧が高くなってくることによってね、視神経が障害されてしまって見える範囲がこうキュッと狭くなってしまったりね、部分的に見えなくなる病気が緑内障なんです。ただしね、その眼圧がね、正常な範囲内でもですね、正常眼圧緑内障と呼ばれるね、緑内障もあってですね、日本人ではこのタイプが多く見られます。そしてね、目に異常がある人の中でね、健康診断では視神経乳頭間横拡大とね、指摘される人もいてます。指摘された人はですね、眼科でね、近赤外光を利用してね、網膜のね、断面像をね、得ることのできるね、網膜断層テストとかね、見える範囲や欠落部分をね、調べるね、ハンフリー視野検査っていうのをね、受けてくださいと言われます。でそしてね、緑内障の進行が始まっていたらね、点眼薬目薬を処方されます。でまたね、緑内障予備群と判断されたらね、半年か1年後のね、再検査がね、指導されることが一般的です。そしてね、目に違和感程度のね、異常を感じ始めた人の中でね、最近太ったという人はですね、中途失明リスクの高いね、糖尿病網膜症をね、疑った方がいいかもしれません。糖尿病はですね、血糖が高くて血液のね、ヘモグロビン A1C っていうのもね、高くなる病気なんですよ。糖尿病と診断されてから5年ほど経つとですね、網膜の微細な血管がこう傷んできてね、網膜に出血を起こし始めます。この巣ごもり生活の間にですね、糖尿病予備軍だったはずがね、本当の糖尿病にこう進展してしまって、眼底出血もね、増える方もね、いてるかもしれません。ほんで次はね、ドライアイね、ドライアイもね、目の疲れの原因になります。ドライアイというのはね、目を守るために欠かせない涙の量がね、不足したり、涙の質のね、バランスが崩れることによってね、涙が均等に行き渡らなくなる病気なんです。目が乾くことでね、その目の表面に傷を伴うことがあってですね、ゴロゴロした違和感をね、感じると訴える方もね、少なくありません。僕もそうです。なのでね、あまりね、ピンとこないかもしれないですけどもね、ドライアイというのはね、涙の病気とも言われています。高齢化やね、エアコン、パソコンやスマホ、コンタクトレンズを使う人のね、増加に伴ってね、ドライアイ患者さんもね、増えていてね、今やその数はね、2200万人とも言われていますね。このようにね、様々なことがね、原因となってね、その先の目の病気をね、発症させてしまうね、その眼性疲労がね、疑われたらどうすればいいのかというところなんですけどもね、まずは市販の目薬をさしたりね、目の周りにですね、こう蒸しタオルなどで温めてですね、血流改善っていうのをね、測るなどね、セルフケアをね、試してみましょう。それで改善されなかったら眼科に行って、原因疾患に対する治療というのをね、行うことなんです。特にね、近性眼性疲労、調節性眼性疲労、不等造性眼性疲労のね、眼性疲労っていうのはですね、両眼視っていうのがキーポイントで、眼科の先生の下でね、適正な矯正を受けることが重要です。ドライアイのね、治療も同じでね、自覚したらね、眼科の専門医をね、受診してください。まあ、治療というのはですね、いろんなね、目薬を出されます。僕もそうなんです。いっぱい薬ね、目薬出されて今5種類あるんですよね。ほんでね、患部を温める温安法というのがあって、涙のね、出をね、良くする方法なのね。そしてね、重症の場合はですね、液体コラーゲンとかね、シリコンゴム製のね、涙点プラグっていうのをね、行うこともあります。まあ、いずれにせよね、放置するとね、病状が進んでしまってね、中途失明の可能性もありますからね、注意が必要です。そして眼性疲労というのはね、ストレスやね、その心身的な状態などの様々な原因で気分が落ち込んだりとか、生きるエネルギーが乏しくなってね、活動性がこう低下してしまって、体の様々なところに不調が現れる
るね、抗うつ状態になったりとか、あの動脈硬化が進んだりね、自律神経失調症とかね、甲状腺疾患になったりことでね、発症することもあるので、ね、これちょっとね覚えておいてください。まあね、今まですることのなかったリモートワークというのはですね、あのね、出勤してデスクワークをするのとはまた違う感覚なのでね、まあ家にいてるとはいえね、体にはね、まあ、別の種類のストレスがねしっかりかかっています。もうね、目の見え方一つでね、このような合併症がね発症してしまうようにするのはね、とりあえずね目を休めることです。でもね、その休め方をね間違えないでくださいね。パソコンで目疲れたってなってるのにね、あのスマホで SNS のチェックをしたりするとですね、元も子もありませんのでね、まあ、そんな場合はね、玄関から一歩外へ出てね、あの真上をね見てね、空を眺めてください。まあ、そうするとね、あの心も体もねちょっとすっきりすると思いますね。今の季節だったらね、ちょっとね散歩があったらね、桜を見に行くでもいいじゃないですか。まあ、そのようにしてね、時にね目をねいたわってあげてください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。